はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、今日やっていきましょうということで、今日のテーマはこちらということでね、ビッグモーターの社長と損保ジャパン社長ということなんですけど、まあ今日の結論はこちらということで、不正知らないということでね、はい、いうふうにやっていくわけなんですけど、まずいろいろもう突っ込みたいところはいっぱいあるんですよ、今ね。そう、ごめんなさいね、車のこと私も詳しくなくて、保険とか金融関係だったら多少詳しいんですけど、車に関しては全く無警戒だったんで、もうちょっと早い段階で要するにやればよかったなというふうな感じになるんですけど、ここまで大事だったのに、まあ、言わなかったんだっていうふうな、まあ、マスコミ関係者とかあれが言わなかったんだっていうのはちょっと気になるところですね。裏取りとかができなかったのかなっていうのもあるけど、まあ一つはまあ広告とかも大分出たからねっていうのもあるのかもしれないですね。はい、そこは何とも言えないですけど、さすがにそこは知らないですけどということです。はい。で、まあ、ビッグモーターの社長との損保ジャパンの社長ということなんですけど、不正知らないっていうね。はい。考えられる限り最悪の選択じゃないかなというふうに私は思いますね。はい。いう感じになります。というか、そもそも論の話で申し訳ないですけど、ビッグモーターのきな臭い噂っていうのは、車乗ってない人でも知ってますよね。ツイッターとかでちょいちょいトレンドに上がってきてたんですけど、ちょいちょいトレンドに上がる、何ビッグモーターなんかやらかしたのみたいな感じのんで、私ツイッターとかでちょいちょい見かけるんですけど、はい。というか、まあそんな感じのんで結構要するに見かけてたんで、1年前ぐらいから、少なくとも1年前には大体知ってたっていう感じなんですけど、YouTube とかでもビッグモーターとかになんか問題あるんじゃねえのみたいな噂とかいうのは、なんか結構出てたと思うんですけど、はい。いう感じなんです。いつか、もう一回言いますが、車乗らない私でさえ知ってるような話が、なんで自分とこの社長ですっていうのが知らないなわけねえだろうっていう話ですね。はい。いう感じになります。まあ、これに関してはもうはっきり言えますけど、なわけねえだろうっていうふうに私は思いますけどね。はい。ということで今日はこちらということで、考えられる限り最悪の選択じゃないかなと私は思ってます。はい。いうことになります。で、まあ、こういう会社があるということをですね、まあ、保護者の皆さんも、まあ、要するにこれから大人になろうと、成人して、要するに大人になろうっていう人に対しても、覚えとかないといけないですよね。で、これから先勤めるとか、転職先とかいうのに関しても、要するに考えとかないといけないですよね、ということになります。が、申し訳ないですけど、これ対抗策は多分ないですね。まあ、多少あるのかなと。まあ、損保ジャパンとビッグモーターに関してはもう、恐ろしい話は、結構ネット上とかではパンパン出回ってたんで、はい、いう感じで、なんか、これまあ、本当なのか嘘なのかわかんないけど、まあ、とりあえず近づかない方がいいかな、みたいな感じのっていうのは結構あったので、はい、いう感じになります。はい。では、まず順番に行くわけなんですけど、この状況下っていうのを、まあ、皆さんも要するになった時に考えるとですね、もう私だったらはっきり言いますから、速攻やめます。はい、速攻やめます。はい。いう感じになります。3年、石の上にも3年とかいろいろ言いますけど、もうこんな会社だったら速攻やめます。はい。いくらなんでもありえないっていうんで、はい。いくらなんでもありえないっていう感じになるんで、俺の常識が来るんやったら、もう俺はもう自動車の関、もう次、もう同じような会社なんだったら、まあ基本的にもう自動車に関わらないかなっていうふうに思いますね。はい。現場レベルではまあ、多少なりとも、まあ、このくらいはまあ、あるよねとか、まあ、大して影響はないんだけどね、みたいなのとかってあるんですけど、ここまでのになると、もう意味がわからないですね。はい。ということになります。はい。ということで、まあ、最悪のパターンじゃないかなということで、まあ、他も多分言ってたでしょ。こうなる前の段階でいろいろ、まあ、YouTube の方でもなんか上げられてる人いますよっていうふうにあったんで、コメントで見たんですけど、まあ多分いろんな人がこの状況やったら多分言ってたんやろなっていう感じですね。まあ私も中にいたのでそこまで確定的なことは言えないですけど、はい、こちら、今後の考えたくもない状況ということですね。はい、まず一つ目ということになるんですけど、まあ保険料金を過払いしていたということになりますよね。はい、これは事故した人も事故を起こしてない人も関係ないですね。損保ジャパンだけじゃないんで、今損保ジャパンだけが特にひでえだろうっていう風な話になってるんですけど、まあ、あとの二つも多分大概じゃねえかなと思ってるんですけど、はい。保険料金を過払いしていたというので、返金しなきゃいけない可能性っていうのはありますね。過去の要するに事故、去年度の要するに事故実績をもとに保険料率とかって決まったりとかするので、その保険料率のところで、要は不正にお金が要するにビッグモーターに流れちゃってますよってことは、損してる人たちは、損保ジャパンではなくて、損している人たちは末端の利用者になっちゃうので、
で、利用者の人たちがお金を要するに過払いしちゃってます。もしくは要するにお金多めに払ってます。等級が減らされてずっと高い料金払わされ続けましたっていうことがあるので、それに対しての返金請求っていうことをずっとやらないといけないですね。はい。まあ、多分払い切れないと思いますけど、多分払い切れる可能性もあるんですけど、まあ、本当に全部が全部を救済するっていうか、全部全部要するにそれをやっていくっていうのは分かんない。これ何年前からやったのか分かんないしね。はい。いうことになるんで、まあ、過払いしていたというので、まあ、これが返金していきましょうねっていうことになっていくでしょうね。で、二つ目ということになるんですけど、まあ、修理しなくてもいい料金や不正などのもろもろの返金ということですね。はい。で、多分修理しなくてもいいことであったりとか、まあ、あれだったらもう極端な話、客のところから要するに部品やパーツ盗んだんじゃねえかってもう分かんないでしょ、これ、正直な話。そう、とか、ビッグモーターに行った人たちは、全部一回、本当に自分の車大丈夫なのっていう風なのは、なるような世界線の話でしょ、これね。うん。で、ここでまだ、例えばね、不正知らないっていうんじゃなくて、ビッグモーターの社長にしろ、損保ジャパンの社長に関しても、いや、もうこれはもう私の責任ですって、全部私が要するに、指示を出したんですっていう風に言ったんで、言いましたっていうんだったら、その、じゃあ手口は何なんですかって、こういう手口ですっていうふうな話ですっていうのをちゃんと言ってあげればですね、あ、はい、じゃあまあ、全部が全部じゃねえだろうみたいな感じにはなるんですけど、要は、その一回ビッグモーターが要するに行った人たちは、この発言を受けたら、多分、何も信用できないよね。うん。なんか、この状況でビッグモーターを信用できるって書くやつ、俺全部ブロックしたいぐらいですもん。ちょっと病院行った方がいいんちゃうかなって思う。先生はな。車知らん俺でも要するに大概やばいやろって思うんですけど。てか、まずこれ事実なんて思うんですよ。はい。修理しなくてもいい料金や不正等もろもろの返金作業とかに追われることになりますと。ということになります。で、三つ目がですけど、国土交通省は確実に動いてくるでしょうね。はい。国土交通省はまず確実に動いてくるでしょう。はい。多分全県の調査が全部にかかってくるでしょうね。全部どういう動きをやって、どういうパーツになってきたの、どういう風にやったんで、どことどこの要するにパーツでどういう風に動いてたんで、これおかしいやろっていうんで、まあ多分総がかりで要するにガーってくる、来ますよね。で、まあ皆さんわかると思うんですけど、今7月でしょ、これ。これ8月で、これお盆の手前なんですよ、これ。これお盆の手前で国土交通省動くってことは、皆さんわかりますね。国土交通省の働く人の気持ちになって考えたらわかりますよね。ムカつくよね。全力でムカつくと思うもん、これ。お前何してくれたんっていう話になるから、いや、国土交通省にしろ、金融庁にしろね、中央官僚って忙しい中、要するに、過労死寸前でギリギリ要するにやってますみたいな状態ですよ。はい。しんどいな、よし、お盆か、何やってっていう状態ですね。これお盆潰れましたんで、はい。まあ、鬼のような形相で、まあ、さっきだった要するに国土交通省の官僚たちが動いてくるだろうなと。いうふうに思いますね。はい。そしてまあ4番目ということは金融庁動くでしょうね。はい。まずポイントになってくるんですけど、損保ジャパンの要するに社長が不正知らないということになるってことは、ビッグモーターが、故意に傷をつけていても、傷をつけていなくても、その要するに差がわからないまんま、その保険会社をやってましたってことでしょ。だって不正知らないんだから。不正知らないってことはそういうことだよね。間違いだよね。何のためにアジャスターとかいるんですかって話もある。とかその傷跡とかどういうのか分かりませんよっていう状態なんでしょって、ね、なんか明らかに数字的におかしいものが出てきたとしても全然分からないですっていうような感じで、まあ、要するにやってたということになるんであるならば、金融庁が確実に動いてきますよね。これ金融事故案件に全然なるんで、下手したら3ヶ月とか6ヶ月とか要するに停止とかになっても全然おかしくないですよね。厳しい処分来ると思いますよ。じゃ金融庁動いただけで大体厳しい処分やねん。はい。いうか、もう言いたないナビやんけっていう話になるんですけど、まあ、ということになるんで、まあ、損保ジャパンがの感じになったりとかいうことになって、金融庁動くということなんで、まあ、これもさっきも言いましたけど、お盆前なんでね、まあ、さっきだって来るだろうなと思いますよね。てめえ、今、いつやらかしてくれたんだ、コロラみたいな感じに多分なると思うんで、まあ、そういう感じになるかなということになりますね。はい。ということで、5つ目ということで、これ、逮捕者は退職に出ますよね。これ逮捕者大量にいます。ビッグモーターの社長なんか、刑事告訴しますとか言って、やっぱやめとくわーみたいな。自信ないわ、やめとくわーとか、わけわかんないこと言ってるんですけど。はい。もうこれで要するに社長が被りますっていう風になったら、別に大丈夫なのかもしれないですけど、
別にこれ社長だけが悪いんちゃいますからね。これあの厳しい言い方かもしれないですけど、厳しい言い方かもしれないんですけど、本来社長が責任を取ってくれるから自分たちは要するに捕まらなくていいやと思うのは大きな間違いですよ、みんな。はい、社長も捕まるし自分も捕まるんですよ、ね、そう。いやでも上の命令を聞いたからって言うんやけど、いや上の命令を君が聞いたからっていうことが問題なんですよ。だから上の命令が聞いたからって言って、じゃあお前上の命令で人殺せって言ったら殺すんかっちゅう話なんだよ。そう、上の命令で目の前にいるやつ、要するに客殺せってピストルで撃っていいよ、撃ってこいつって撃ったらお前は撃つんかって話なのか。撃たないじゃないですか。だから上の命令だから仕方なくやりましたっていう風にやりますかっていう風な話になるんですけど、だから上の命令でも聞いていいもんと聞いちゃいけないもんとか実際問題ありますよということです。これはね、はい。でまだこれ極端な話、ビッグモーターの社長がある程度、要するに自分が要するにやりましたすいませんって言ってくれれば別に逮捕者ってそんなに出ないのかもしれないですけど、その自分じゃないですって言ったら事情を聞かないといけないっていう風になるんで、その要は事情を聞くっていうような形で次から次へと要するに逮捕して、要はどうにかするっていう作業をしないことにはいけないんですよ。逮捕ですかね、まあ刑が確定するまでは分かんないですけど、逮捕者は逮捕に出るだろうなという風な感じになってくるということですね。はい、ということになってくるので、だからまあ私はずっと常々言ってるのは、自分の身は基本的に自分で守るで、まあ皆さんにずっとお伝えし続けてる通りなんですよ。その上の社長がクソだから犯罪に手を染めてます、だから自分は犯罪をせざるを得なかったんですっていうのはこれ通らないんですよ。事情があると思うし、大変なことだと思うし、苦しいことだと思うんだけど、苦しいことだと思うんだけど、実際それがその通らないでしょ、法律の世界っていうのは。そうだからみんな要するにちゃんと自分の身は自分で基本的に守るんだよって言ってるのが、俺はずっと言ってるのはそういうことで、その上の命令に従ったからじゃあ自分何もしなくていいよねじゃなくて、上の命令を要するに聞いてしまいましたってことは君に責任があるよねって話。上にももちろん責任もあるんだけど、自分にも責任あるよっていう話ですね。はい、だから私ずっと言ってるんですけど、ちゃんと自分で勉強せなあかんよって話。その職業で必要なことや、やっちゃいけないことや、やっていいこととか、大丈夫なこと、もし万が一やってしまったらどういう刑罰を食らうのかってことは、最低限みんな自分で勉強しとかないといけないですよっていうのをずっと常々、要するに YouTube で話し続けてるってのはそうじゃないですか。解決策こうねって言い方はしないです。自分の見ないから自分で守らなあかんやんって話。僕はね、多くの人に迷惑かけますよとか、多くの人に大変なことになりますよになるから、自分の身は自分で守らないといけないんですよ。それに要するに防御線を張っとかないといけないんですよって話。で、この人たちを別になんか急断しても何も解決しないんですよ。うん。かわいそうにないでしょ、大体。変わってくれそうか。もう、だからもう、この二人の社長に関して言うんだとしたら、もう、どれだけこの二人の社長から、要するに金を要するにパクっていって、どれだけ要するに被害者に金返せるかっていうの勝負だけですよ。はっきり言うとね、もうそれだけの勝負しかないと思ってるんで、なんかもう何かが治るとか絶対期待しないです。全く期待しない。ただ、問題なのは、今から働こうとする人ですね。今から働こうとする人ですね。子供たちもいいし。で、今から要するに自分の子供を要するに社会人として送り出す親の人たちっていうのは、ちゃんと考えとかなあかんのは、その、上がクソやからと言って、自分にも降りかかってきますよってことです。キノコが。キノコ降りかかってきますよっていう話なんで、だからもし何かありましたって、母親と、まあ、父親にも電話して、ごめん、もう、会社辞めたいんよ、つって。就職して3日なんやけど、この会社俺あかんと思うねんっていうふうにまあ言われたりするじゃないですか。はい。だったら、真面目な話、こんな会社がいたとするじゃん。いろいろやばい、あれでしょ、除草剤をするになんか、ね、なんか、行動っていうか、街路樹にぶっかけてみたとか、もう、ね、迷惑系 YouTuber を超えてってるじゃないですか。あれやるぐらいだったら、まだ迷惑系 YouTuber やる方がマシですよ、正直な話。はい。いう感じになるとかいうのがあるんで、そういうのがあるよねっていうことをベースにして、まあ、辞めるであったりとか、まあ、戦うであったりとか、もし刑事告訴された場合に関しては、こういうふうに書類はこういうふうに言ってるやろうなっていうふうなんで、ちゃんと書類残しておくとか、なんかおかしいなと思ったら、要するに自分から国土交通省に行くとか、それにも国土交通省とかに行ってみましたとか、そういう要するに関係役所に要するに言っても握りつぶしたりとか、自分仕事したくないからとかやらないとかいっぱいいるんだけど、正直。昔からいっぱいのミートホープ事件とかで調べてもらえば分かるんですけど、ほんまに仕事する気あんのかよっていうようなやついっぱいいるんだけど、そういうのがあることを前提に、やっぱりやっとかないといけないでしょうねって話ですね。
なので、まあ、今のところ考えられる限り最悪の選択じゃないかなということになってるんで、まあ、今考えたくない状況もない状況が多分起こるでしょう。はい。ですが、まあ、そういうふうなことになるので、本当にまあ、皆さん、これは問題はしっかり見ておきましょうと。はい。特に自動車を持っている人であったりとか、その、ビッグモーターを使用したことがある人であったりっていうのは、ちゃんとこの問題見ておいた方がいいですね。はい。ということです。よろしいでしょうか。ちょっと大きな問題になりそうですね。はい。ということでよろしいでしょうか。皆さんも自分の身は自分で守れるように考えられる方法をいきましょう。皆さんの中でもし対処法って、私ちょっとこの辺対処法思いつかないです。ここまでのになると。対処法って、こういうのを避けるための対処法とか、ここをこういうふうなのを要するにこうすれば避けられるので、こういうことには気をつけてほしいとか、ありましたらですね、まあ、皆さんぜひコメント欄書いて、未来のね、子供たちであったり、未来の要するに社会人の人たちに対して、まあ、コメント書いてあげてもらえるとありがたいな、というふうに思います。よろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。